ユニバーシティ関西は関西地区の大学で選ばれたミスキャンパスの中からナンバーワンを決定するコンテストである。ユニバーシティ関西そのものは2008年と後日の2014年の2回開催されたが関西の大学に通う女子学生のミスキャンパス各賞受賞者を対象としたミスコンテスト自体は1999年に始まり、 2009年まで毎年のように開催された。2010年以降はあまり開催されてはいない。一時はタレントを輩出するほどの大会規模であった。開始から2007年までは関西学生広告連盟主催によるミスキャンパス関西として開催。2008年には関西マーケティング学生連合が主催するユニバーシティ関西に衣替えした。さらに2009年は キラリアキャンパスクイーンと再びタイトルを変えファッションイベントとして有料化するなど企業とのタイアップによる規模拡大を図る。しかし皮肉にもこの大会をもって中止に追い込まれた。2014年にユニバーシティ関西実行委員会によって再度復活を果たす。イベントの趣旨を関西のミスコンを盛り上げるためとし、 多様化する関西のミスコンテストを集結させてイベントを開催。委員会は5人に満たない学生と支援を行った関係者によって実施された。後に日本経済新聞のデジタル版に同大会を紹介する記事が掲載され反響を生んだ。2002年度入賞者2名はミスオールキャンパスに出場。吉村美香が純グランプリを受賞。2003年度入賞者2名は ミス・オブ・ミス・キャンパス・クイーン・コンテストに出場。2004年度入賞者3名はミス・オブ・ミス・キャンパス・クイーン・コンテストに出場。西里花が審査員特別賞を受賞。2005年度入賞者3名はミス・オブ・ミス・キャンパス・クイーン・コンテストに出場。久保子がジがングランプリを受賞。2006年度グランプリ受賞者はミス・オブ・ミス・キャンパス・クイーン・コンテスト本選に出場。 2007年度上位2名はミス・オブ・ミス・キャンパス・クイーンコンテスト本選に出場。青山真由子が京都肝の優禅賞を受賞。この回から優秀者はファンタスター・プロモーションに所属し、デビューする特典を与えられるが、上位2名は辞退している。2008年度この回からユニバーシティ関西となる。2009年度この回からキラリア・キャンパス・クイーンとなる。 2014年度、2015年度、2016年度、ありがとうございます。